片山博氏は兵庫県三原郡三原町市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在はベースボールチャレンジリーグの埼玉武蔵ヒートベアーズで、投手、または内野手としてプレーを続けながらコーチを兼務する。NPB の東北楽天ゴールデンイーグルス在籍時は大半の期間は投手であったが、2015年の宮野手へ転校していた。 広志氏の氏は、正確には示せ編の部分を崩さずに示せと書く。三原調理師小学校で3年時から、三原ジャガーズで、投手兼一塁手として、軟式野球を始める。三原調律三原中学校では3年時に、エースとして、全国大会8強入りを果たす。法徳学園高校入学後に、公式野球を始め、1年の秋頃からエースで4番となる。二年時には、 春の選抜、夏の甲子園に連続出場。春は東海大山形高校と夏は和久井秀明擁する横浜高校と対戦し、いずれも初戦敗退。3年夏は兵庫県大会で自己最多の1試合17奪三振を記録したが5回戦敗退。4番として高校通算36本塁打を記録した打者としての評価も高く、投手、 野手療法でドラフト上位指名での入団が可能と言われ、ドラフトに際しては日米合わせて十数球団に注目されていた。2005年の NPB 高校生ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスと広島東洋カープから一巡目で重複指名。抽選の末に楽天が独占交渉権を獲得したため、交渉の結果、投手として入団した。 入団当初の背番号は28。楽天では NPB に加盟した前年のドラフト会議で明治大学の市場康弘を一巡目で指名したため高校生の選手を一巡目で指名した事例はドラフト会議が大学社会人ほか指名会議と高校生指名会議に分かれた2005年における高校生指名会議の片山が初めてであった。投手時代2006年には シーズン早々に出場選手登録を果たしたものの、一軍公式戦への登板機会はなかった。投球フォームが固まらないことや、左肘を故障したことから、二軍でも事実状態力の強化に専念。イースタンリーグ公式戦には一試合に登板したが、打者六人に5飛安打一を支球という内容で6点を失った末に、一死も取れずに降板した。2007年には、 一軍のレギュラーシーズン最終戦の直前に出場選手登録を果たしたが最終戦への登板は見送られた。イースタンリーグ公式戦では4試合の登板にとどまりながら防御率1.80を記録。シーズン終了後のフェニックスリーグでは先発投手として4勝を挙げた。2008年には6月に3日の対 阪神タイガース戦に救援投手として一軍デビューを果たすと、高校時代の地元、甲子園球場で開かれた18日の同カードで一、軍初先発。7月2日の対地バロッテマリーンズ戦に先発すると、ヒアンダ打んという高等で一軍初勝利、初完投、初完封を記録した。また、フレッシュオールスターゲームでは、イースタンリーグ選抜の二番手投手として登板。 リーグ戦の後半に先発で中盤に崩れることが相次いだため、一軍公式戦では通算で2勝7敗という成績に終わった。もっとも、この年チームに在籍していた、サワン投手のうち、一軍公式戦の先発で勝利を挙げたのは、片山だけであった。2009年には、オープン戦で高騰していたが、後に、左中指の深い指屈筋を座礁。 公式戦の開幕直前から6週間のノースロー調整を余儀なくされた影響で、一軍公式戦への登板機会はなかった。12試合に登板したイースタンリーグ公式戦でも3勝5敗、防御率5.52という成績に止まった。2010年には新監督のマーティー・ブラウンからリリーフへの適性の高さを見出されたことを機に、 一軍の救援陣に定着した。シーズン当初は、ロングリリーフやビハインドの局面で起用されながら、当番の機会を重ねた。セットアッパーのサワン投手、アリメ・カネヒサが故障で離脱してからは、セットアッパーに抜擢。吉死球が多い割に飛安打が少なかったことから、通算53試合の当番で、防御率1.88という成績を残した。二千十一年には、 前年に続いて、左のセットアッパーとして活躍。一軍公式戦には、チーム最多の59試合に登板すると、パシフィックリーグ7位の25ホールドポイントを記録した。一方で、防御率は3.43と前年度よりも悪化したが、これは、シーズン唯一の先発登板試合だった6月5日の東京ヤクルトスワローズ戦で4回裏に、 リーグワースト記録の1イニング10失点を喫したためで9円登板のみでの通算防御率は1.84と低かった。なお、シーズン終了後には伊坂良平と共にオーストラリアのウィンターリーグに派遣。リーグ戦で人生初のセーブを挙げた。2012年には開幕から調子が上がらず、出場選手登録と抹消を繰り返した。 シーズン後半に再度ローカジの投球フォームに変更した。一軍公式戦には41試合に登板したが、勝利はつかず、防御率も3.77に達した。2013年には一軍公式戦31試合の登板で3勝1敗、防御率3.03を記録。しかしレギュラーシーズン後半の故障で9月1日に、出場選手登録を抹消されたため、 チーム初のパシフィックリーグ優勝の輪には加われなかった。クライマックスシリーズや日本シリーズへの登板機会もなかったが、チームの日本シリーズ制覇で臨んだ台湾でのアジアシリーズでは、準決勝の統一ライオンズ戦に2番手投手として初登板。2回裏無視1点3塁から7回裏終了までのロングリリーフを3飛安打1失点でしのいだ。2014年には、 春季キャンプ前の自主トレーニングから先発投手への本格転向を視野に調整していた。しかし3月のオープン戦で左肘痛を発症したため5月中旬までは幹部のリハビリに専念していた。7月30日にシーズン初の出場選手登録を果たしたが一軍公式戦への登板はオール9円で4試合にとどまった。シーズン終了後の契約交渉では 翌2015年の契約に対して NPB の野球協約で定められている減法の上限を適用することを球団から通告。結局、推定年法2250万円で契約を公開した。当主から野手への転向後2015年には春季キャンプの第一クールで左肘痛が再発したため2月9日に一、軍監督の大久保博士元へ野手転向を志願。 翌10日には内野手へ転向することや背番号を91に変更することが球団から発表された。公式戦の開幕後は野手としての経験を二軍で積むことに専念。イースタンリーグ公式戦には49試合の出場で打率238、1本塁打11打点という成績を残した。また27試合で1塁 7試合で外野の守備についている。なお、10月4日には支配下選手登録を解除することを球団から通告。11月9日には育成選手として再び契約を結んだことや、背番号を001に変更することが球団から発表された。2016年には春季キャンプのスタートから野手として参加。キャンプ中の紅白戦ではバックスクリーンを超える。 場外本類打を放った。しかし、投手時代に痛めていた左肘の回復が著しいことから、投手として一軍復帰を目指すことを決意した。公式戦開幕直後の3月31日には、再び投手へ転向することが、球団から発表された。イースタンリーグ公式戦では11試合に、登板したが、低勝2敗1セーブ、防御率4.32という成績で、 支配下選手への再登録はならなかった。10月31日には、育成選手に関する NPB の規約によって、自由契約選手として工事。工事後に、育成選手としての再契約に至った。2017年には、レギュラーシーズンの開始前に、左肘内側側腹靭帯の損傷と、左肘頭の疲労骨折が判明した。3月16日には、 この人体を再建する手術を受けた。有利体の摘出や左上腕骨の固定を伴う手術で全治に10ヶ月を要することが見込まれたため実践登板の機会はなかった。10月1日に球団から戦力外通告を受けた後に同月31日付で NPB から自由契約選手として講じ。NPB 他球団での現役続行を希望していた。 ことや、実戦で投球できるまで左肘が回復していたことから、2017年11月15日には、投手として12球団合同トライアウトへ参加。シートバッティング形式で4人の打者と対戦したところ、1ヒア安打と1位を支給ながら、2人の打者から三振を奪った。これに対して、武蔵ヒートベアーズ新監督の住孝太が、片山に、高知県人での入団を打診。 NPB た球団からの獲得のオファーがなかった、片山は1年で NPB へ復帰することを目標に、武蔵へ入団することを決めた。ちなみに、角はロッテ在籍時にイースタンリーグのロッテ戦に、投手で登板した片山と対戦したこともあった。2017年12月6日に、武蔵ヒートベアーズが片山の入団を発表した。2018年シーズンは、 投手としての契約で、投主コーチも兼務する。背番号は37。2019年には、ヘッドコーチに転換されて、背番号が99となり、オーバーエイジの影響で、コーチに専念していたが、7月9日に、内野手として兼任コーチとして復帰した。投手としては、190センチメートルを超える長身から、投げる平均球速約時速141キロメートル、 最速時速1 4 7トルのストレートに2種類のスライダー、スローカーブ、チェンジアップ、フォークボールを投げる技巧派サウスポー。スライダーについては楽天への入団後のインタビューで一番得意なボールと答えている。2012年頃からはストレートとスライダーを軸にシュートやチェンジアップを組み合わせる一方でカーブをほとんど投げなくなった。 ストレートは綺麗なまっすぐではなくボールが自然に動くと語っており目立つほどの急速ではないがストレートの左つは2008年度のパシフィックリーグ投手後決に入ったただし左投手ながらも左打者が苦手変化球の失投を通打されることが多いことや良し死球が多いことを自身の課題に挙げていたその一方で高校時代に 通算36本塁打を記録するほどの長打力や、野手としての潜在能力も注目されていた。楽天への入団後には、ブラウンの前任監督、野村克也が一時、打者としての適性の高さを見込んで野手への転向プランを公言。片山本人にも転向を進めていたという。左投げ左打ちであるが、ペンと食事は右利き。青山康二、 小山真一郎と共に楽天の救援投手として活躍した2010年には3人の名字に山が入っていることにちなんでスリーマウンテンズという総称が広まった。名付け親は当時スカイアの楽天主催試合中継で実況を担当していたフリーアナウンサーの加藤二郎。ちなみに青山とは仲が良く青山のブログで片山は伝説の人と呼ばれている。 私生活では、楽天投手時代の2011年5月に結婚。同年10月12日に第一子となる長女が誕生したが、育成選手時代の2016年7月に離婚。田中正宏とは、高校3年生だった2005年の第6回アジアトリプル a 野球選手権で全日本、高校選抜メンバーに揃って選ばれた頃から、交友がある。 楽天から戦力外通告を受けた直後には、プロ野球戦力外通告、首を宣告された男たちのスタッフが、武蔵への入団が決まるまで、片山に密着取材。2017年12月30日の放送では、前述した離婚から武蔵への入団決定直後までの1年半に、 渡って、楽天の本拠地、仙台市内のホテルで単身生活を送ってきたことなどが紹介された。ありがとうございます。